9月2日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇しています。今日の全引けは昨日との比較で24円99銭高の 28,476円01銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 4.09 ポイント安、こちらは小幅安。さらに JPX 日経400、こちらはプラスの 1.32 ポイント高ということでして、3指数まちまち、日経平均と JPX 日経400は小幅に上昇、トピックスは小幅に下落という動きです。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 32%、 696銘柄、これに対して値下がりが約 62%、 1362銘柄、変わらずが 6% 弱ありました。全体の6割以上が値下がりという東証一部の構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型揃って小幅に下げております。商いは最近としてはやや多め、最もここに来て8月末から9月に入りまして、夏休みシーズンがまあほぼ終わったということもありまして、商いは増加気味です。全引け段階での売買高5億4800万株余り、売買代金が1兆3537億円、1兆3000億円台半ばということで全場を終えました。1日通して考えれば2兆7000億円前後ということでありますから、最近としてはやや多め、最も夏休みの夏枯れ相場が終わったということを考えれば、徐々に商いが戻りつつあるというふうに見ることもできます。今日は日経平均株価朝方買い注文先行して、寄り付き直後には170円以上に上げ幅を広げる場面もありました。昨日のアメリカ市場でハイテク系の銘柄などが上昇した流れを受けまして、値傘のハイテク株などに買い注文が先行、国内における衆議院総選挙が近いといったことで選挙への期待感なども昨日に続いて上昇要因となった面があります。最も日経平均昨日まで3日間で合計800円以上を上げてきたということもありまして、買い順は徐々に利益確定の短期の利益確定売りなどに押される展開となり、一旦は日経平均マイナスに転じる場面もありました。ただ下げたところではすかさず買い戻し、押し目買いなども入りまして、結局全引け段階では小幅ではありますが続伸して取引を終えております。もっともトピックス、時価総額ベースのトピックスは小幅に下げたということでありまして、全体としてはやや弱い地合いということにはなるのかもしれません。日経平均の寄与度の大きい値傘ハイテク株などが全体的に堅調だったという面があります。そういった中で上昇した銘柄といたしましては、全体的に半導体関連なのが引き続き堅調な展開となりました。先行きの景気がまだなお不透明だということもありまして、成長性の高い銘柄、いわゆるグロース株を買う動きが世界的にも再び見られておりまして、東京市場でも半導体関連などにはその流れの資金が入っているという見方があります。個別では車載用マイコン、世界トップクラスのルネサスエレクトロニクス6723、こちらが上昇して、今日でこのまま高く引けますと5日続伸という動きになります。収益の先行き上振れへの期待感などに加えまして、今日は一部外資系証券が強気のレポートを出したといったことも手がかり材料視されて、商いを伴って上昇しています。逆に下げた銘柄といたしましては JR 西日本9021がまとまった売り物に押されて大幅安となり、1月6日につけました年初来安値を更新しています。昨日の取引終了後、引け後に大型の公募増資を発表したということでありまして、これに伴う一株利益の希薄化、短期的な需給悪化などを懸念した売り注文が広がり、他の JR や鉄道株などにも連想売りが広がったということで、これが全体の上値を抑える要因になった面も見られました。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。